こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はリップの紹介をしたいと思います。まあ、紹介って言っても、劇おすすめするって感じじゃなくて、新製品ね、これ試したよっていうやつなんですけど、こちらですね、じゃーん、すごい話題になってるやつで、11月5日発売だったエテュセのリップエディションプランパーっていうやつですね。これはリッチスタイル02のクリアバーガンディっていう色なんですけど、なんかね、去年ぐらいエテュセでポテリップっていうのがめっちゃ流行って限定だったんで、私知ったのが遅くて買えなかったんですね。それで今年ね、そのポテリップのリニューアルに当たるような感じの商品みたいなんですけど、これね、絶対試したいと思って狙ってたんですね。で、たくさん YouTuber さんがすでに紹介されてるんですけども、私はちょっとね、2、3日使わないとやっぱり自分の感覚がね、わからないなと思ってちょっと遅れたんですけれども、3日ぐらい使って使用感と、あとね、最近買ったリップ、B アイドルのこういうやつとか、あとはすでに紹介しているロート製薬メンソレータムオーラザリップ、こっちもね、プランパー効果ちょっとあるので、それと使用感がどう違うのかっていうのを私なりに言っていきたいと思います。こっちなんですけども、概要どういうやつかっていうと、ニュアンスカラーでぷっくりリッチな唇へ、長時間潤いが続いて立体的に見せるスティック状唇用美容液、とろけるような感触で唇に密着、美容オイルで縦じわの目立たないぷっくりツヤツヤの仕上がりに、じんじんほてったような唇を演出、色味による、乾燥して荒れた唇をトリートメントする、保湿成分はロイヤルゼリーエキス、ヒアルロン酸、美容オイルはアルガンオイル、ローズヒップオイル、ホオバオイル配合、潤いが長時間持続するっていう内容の商品です。2種類カラーがあったんですけども、クリアラベンダーっていうピンク系の色と、クリアバーガンディっていう色ですね。私はバーガンディを選びました。なんでかっていうとね、別にね、ほとんど色つかないのでどっちでも良かったんですけど、ちょっとクリアラベンダーの方がピンクが手でね、テストした時に出たんですね。なので透明に近い方がいいかなと思ってバーガンディを選びました。で、出したところはこんな感じです。もうすでに使っちゃってるんですけど、で、手の甲に出してみようかな。手の甲で分かるかな。よし、グリグリグリ、ここ今ね、ここにつけました。ここね、はい、こんな感じ。全然ね、色つかないですよ。だからぶっちゃけ2本も買う必要ないし、どっちかでいいと思います。はい、それで実際唇に塗った感じなんですけれども、ジンジンした感じが結構長く続きました。私ね、2、3時間続いたんですね。で、ぷっくりっていうのは正直あんまりわからなかったけど、縦じわ消えたりとか、そういうね、保湿効果は感じられました。ちょっとね、塗りながらっていうか塗ってみてからね、やっていこうかなって思います。今ね、アートメイク入ってるので、ちょっとリップの感じを素にするためにコンシーラーで消してから塗っていこうかなと思います。こちらのね、やつ、これはメイベリンのコンシーラーですね。インスタントエイジなんとかっていうのを塗ります。消えたかな。こんな感じのね、色に唇しました。で、ちょっとティッシュオフしようかな。エテュセのリップ塗ってみます。はい、色はほとんどつかないですよね。こんな感じの塗った感じです。で、ジンジンが続いてぷっくりっていうのは感じられたんですけれども、いきなり結論の感想を言っちゃうと、私ね、そんなにめっちゃいいかなっていうのは感じなかったです。すいません。なんでかっていうと、そのジンジンが時間が経っていくと、私はなんか不要なジンジンに思えたんですね。なんかいつまでも唇がしびれてるような感覚がずっと残るなって言って、味するわけじゃないんですけど、なんかね、辛味成分がついてる
ような気がしました、うん、だから保湿がだんだん薄れていくんだけど、ジンジンは結構はっきり残ってるって感じでした、うん、で時間が経つとリップクリームって急にね、なんか効果が切れたっていうか、あ、カピカピなってきてる、唇塗り直さなみたいな、そういう感覚がものによってはあるんですけど、そういうのはないから保湿効果、保湿の唇予備溶液としてはいいなと思うんですけれども、ジンジンがきつすぎるっていうような感じに私は思いました。うんうん、痺れてる、もうね、ジンジンしてきた、まあ、人によっては痛いっていうぐらいまで感じるんじゃないかな。うん、私は結構刺激感じました。というのが、B アイドルの結局ね、ちょっとね、今回 B アイドルもね買ってきたんですけど、 B アイドルこの3本あって、あとオーラザリップ、こちらどっちもジンジンするんですけれども、それよりも強いっていう感じがしました。まあ比較で出すと、ラシャスリップスとかディオールのマキシマイザーとかもねジンジンすると思うんですけども、ディオールのはもうだいぶ前に使ったから記憶が怪しいんですが、ラシャスリップスと同じぐらいジンジンするかなって思います。うん、で塗った感じの被膜感は薄いですね。薄いけどしっかりこう1枚ベールかけてくれてるっていう感じがしました。だからね、まあリピートするかっていうと私はしないです。うん、あとはそんなに激推しするかなっていうと、いやちょっとこれジンジンして痛いですよっていうのがまず先にお伝えしたいっていうのと、色がほとんどつかないから、もうなんか薬用リップと同じ感覚やなっていう気がしました。SPF が入ってるのかな、 SPF もないですよね。うん、まあプランパー効果を狙って口紅の下地として使うんだったらありかなと思うけど、このジンジンが果たしてどうかなっていうところでは私の好みではなかったです。はい、でね、比較をするこの B アイドルのやつどうしようかな、透明な方塗ろうかな、これもだいぶ使っちゃってるんですけど、これね、このツヤ感、被膜が B アイドルの方はこっちより暑い気がします。唇になんか残る感じ、うん、匂い自体はこっちはないです。うん、なかった。でこっちはなんかフルーツっぽい香り、いい香りがするんですね。多分グレープフルーツなんかな、ちょっと調べて書いておきますけど、私はねこっちの方が断然好きです。両方限定なんですけど、岡山でも結構売り切れてる店舗あったんですが、私が行ったところは新しくできたコスメショップなんで、まだ全然在庫いっぱいありました。でも一人一本しか買えないという限定かかってたので、これね私ちょっといいから、なくなった時のために在庫っていうかストック買っとこうかな、なんか思ったの。コスメで今までないけど、これ本当に良かったです。でそのお店でもう一個ツヤプロリップの限定色、脈ありピンクっていう104番の色がねあったんで、こっちをね在庫その時買おうかなと思ったんですけど、こっちも限定やったからこっちをね買ってみました。これも、うん、グレープフルーツっぽい香りで、手に出してみると、うん、こんな感じ、被膜感とろっとした感じがねすごいするから、あとジンジンもきつすぎないっていう意味でこっちと比較するとね、やっぱりトータル的に私は B アイドルのツヤプロリップが好きです。横につけてみよう、こうね、こんな感じ。これ本当人気あって、なんかね今日はねこっちのレビューなんですけど、比較すると私は断然 B アイドルが良かったなっていう結果になってます。あとちょっとプラスとして、前に動画出したこのオーラザリップですね、これの塗り心地ともちょっと比較してみると、これがね一番トロトロ感がすごいんです。なんか溶けてるって感じ。ちょっとそれも比較しますね。これここですね、こっちがオーラザリップなんですけど、被膜が一番熱い感じがするのがこれです。これのレビューを出した時に、バタークリームだったっけ、違うピーナッツクリームみたいな感じって私言ったんですけど、まさにね塗ってたらネバネバする感じ。それはねちょっと塗りすぎな感じで動画でね色を見せたかったんで分厚く塗ったんですけど、本当にねこれはねポン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 ってやるだけですごいね膜ができる。で、
人前具合も激しくなくて、お値段が一番安いですね。値段で言うとこちらが1500円、これエチュセのやつで、 B アイドルが1400円で、こちらが800円ぐらいのものになります。この3本で比較すると私は一番 B アイドルが好きです。まあカラーもねいっぱいあって、透明もあって、まあ限定ですけど選びやすい、楽しいっていうのもあるし、塗り心地、あと保湿効果がすごく続くっていうのが気に入っています。保湿効果が長く続くのはオーラザリップも続きます。どっちかっていうと、まあ同じくらいなんですけど、私はこっちの方が保湿効果が続くと思います。エチュセの方と B アイドルを比べると、なんか人前度合いが勝つので、保湿されてるかっていう感覚があんまり感じない、人前はしてるから何らかの作用はずっと続いてるけど、なんかねだんだんと痛さが勝ってくるみたいな感じに思っちゃいました。使い心地、使用感がいいのが B アイドルでしたね。はい、今日はね新作のエチュセの、まあ、プランパー効果のあるリップエディションの紹介の動画になったんですけれども、まあ、私的には B アイドルのツヤプルリップを超えないかなっていう感想でした。だから限定だから、まあ焦らなくてもいいんじゃないかなっていう風な気がしました。もちろんね使い心地も知ってて絶対これ買うっていう人はね、限定で大人気だから急いだ方がいいと思うんですけれども、まあその他の方、ちょっと興味ある方については、まあ、様子見でもいいんじゃないかなっていう風に私は感じました。はい、では今日はねそんな感じで終わりたいと思います。ちょっと雑談、これね糖質制限してるけど、まあチートデー的な週1、週2、週3ぐらいは甘いもの朝一で飲んでもいいかなと思って、スタバの新しいトリプルチョコレートラテっていうのがコンビニに売ってたので、これ買ってみました。チョコレートなんですけど、これね 200ml でエネルギーが 149kcal、ね、炭水化物も、まあ、18.8g だからそんなにね、まあ、ないってことはないけど30ぐらいガーンっていってるわけじゃないから、美味しく今日は飲んでいます。これはねシーズン限定のラテで、3種類のチョコレート、ホワイトミルク、ダークチョコが入ってるそうですね。あとねパッケージがこれ緑なんですけど、4種類カップデザインがあるみたいです。私が行ったコンビニには2つしか在庫なくって、赤とこの緑がありました。美味しいです。糖質制限して、あの食生活改善ですごいね結果がめっちゃね出てきて、あの体脂肪も減ってきてるんで、またねその動画も近々出したいと思います。今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の美容情報とか岡山の地域情報、お店情報なんかを発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。